皆さんこんにちは、青木光平です。今日は皆さんにドリブルの基本的な突き方を説明したいと思います。でまずその僕が一番気にしていること、注意してほしいことは、まずドリブルはまっすぐ突くことで、例えばこういうドリブルの時にこの肘と肘を支点にしてこういう動きじゃなくて、ドリブルはしっかりと肩から押していく。素人の人がよく言うのは、このドリブルをこうやって回るように突く。これはスピードも出ないし、強くつける。ここだけじゃ力は出ないから、まずまっすぐドリブルを突く。肩からドリブルを突くっていうことをまず意識してほしい。で、よくなんか、どのコーチもドリブル強くつけって言われて、ドリブルを強くつけない人の原因のほとんどは、こういうドリブルをしているせいというのはあります。で、逆にこういうドリブルっていうのも、僕らからしたらインサイドアウトっていう動きになるので、まあ、これはこれでまた一つの技なんですけど、これが基本になるんじゃなくて、しっかりと、まっすぐ、肩からドリブルするということが、まず基本です。で、バスケを始めたばっかりの子たちに関して言うと、やっぱもう手のひらでこうやってドリブルをつけちゃう癖があるので、その時はまずバッコールでもいいから、まずボールを持って、で手で指先でこのボールを押す感覚をまず失ってほしいので、押してキャッチする、ボールを押してキャッチする、こうやっていくことで指先にボールの感覚が馴染んでくるから、それがだんだん慣れてきたらボールを取り付けて、押してくる、押してくる、指先を押してくる、でこういうのがだんだん慣れてくると、次はまっすぐ突くドリブルも肩から押して、最後手首で指先でしっかりボールを押していく。そうすると強くて速いドリブルがつけるようになるので、まずこれを基本に練習してほしいなと思います。最後に、これからの動画はその練習方法をちょっとずつ紹介したいなと思います。ぜひチェックしてください。